避かれ早かれ変わっちゃうわよだって心配じゃないずっとこのままでいられるのかお前は高木さんと中学最後の夏大切にしろよ劇場版カラカイ上手の高木さんきっとずっとずっと幸せだよね さあそれでは皆様から自己紹介とご挨拶。まずは高木さんあの高橋さんからお願いいたします。<laughs> なんか高木さんもたまに高木さん <laughs>、ね。<も> <laughs> やるべくしてやってるっていうことですよね。<laughs> ないですね。高橋、えー、さんからじゃあね。はい。夏始まるね。高木さん役の高橋理恵です。今日は短い時間ですけど、皆さんが最高に楽しんでもらえるおしゃべりができるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では続いて。 カジさんお願いいたします夏始まっちゃったね <laughs> 今の流れだとどうしていいかちょっとわからなくないですよ <laughs>、えー、そんなわけで西方役のカジユキと申しますようやく皆さんにご覧いただけるということで本当に嬉しく思っております、えー、早く映画見せ見せてくれっていう気持ちあると思いますけれどもお楽しくおしゃべりできればなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、続いて大原さんお願いいたしますはい。 始まりの夏、主題歌を歌わせていただいてます、大原優子です。え、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<laughs> そして、監督、よろしくお願いいたします。監督、務めました、赤木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう一足お先に。 まずはご覧いただくわけですがテレビアニメの第3期が今年1月から放送開始で映画制作も同時進行だったんですね、こちら、ね、ねえ佐藤監督はじめ、ね、さんねね <laughs> 大変だったでしょう、ね、<ー>僕らはね継続して見られることが本当に嬉しいですけど大変でしたよね。でし <laughs> 完成もちょっと2日前に出来上がった。あ、そうなんだ。やほやのやつ。謝罪しなくちゃいけないから。ギリギリで。いや。ついにねこのスクリーンでということですよ。はい。なんか三期を作ってる間も結構こう映画をこうもう動かなきゃいけないから三期えめっちゃできてますみたいな状態でアフレコさせてもらってましたもんね。かなり進行はかなり早い段階から。 ずっっとやってたんですかそうですね、結構去年、あれっての、一昨年あたりから、それがようやくね、こ<ー>してね、嬉しいです、僕らもほぼほぼ、じゃあもう続いたままといいますか、ね、今回、こうして公開する流れになりまして、今の率直なお気持ちをちょっとね、皆様から伺いたいなと思いまして、高橋さんとしてはいかがでしょうそうですね、率直な気持ちか。 嬉しい卒食すいません <laughs> <laughs> 確かに <laughs> <laughs> いやそれだよね <laughs> なんかあの2022年に第三期が出ますみたいなお話をしたときに。 映画もまさか年だと思わなくてさすがに翌年とかかなーなんて思ってたら同じ年に、うん、しかも三期終わって早く見たいっていうのをこう3か月ちょうどよくじらされて,て <laughs> <laughs> ちょうどいいなってちょうどからかわれてるなみたいな <laughs> <laughs> 感じがするスパンで見れるのが幸せだなって思いました、うん。確かにちょうどいい感じですよね うん、らししし方としてはカジさんいいかがででょういやーでも本当僕も、まあね、今、高橋さんがおっしゃったそのままっていう感じですかね、あのー、劇場版になるって聞いたときは、ね、これだけたくさんの方に応援して愛していただいている作品なのでいつかはそういう機会もあったら嬉しいなと思ってましたけど、あのー、実際に聞くとなかなかやっぱ驚きましたしこの作品が映画になる でどういうところね、はい、お話として描くのかなってちょっとこう雑談程度にアフレコ現場とかでもあの声優陣で、うん、まあそういう機会があったらみたいな中でなんか修学旅行編なのかなとかうん、うん、いろんな予想をしてたんですけども、あのー、今回、まあ、今から、ね、ご覧いただくような内容になりまして、まあ、もうこれは言っていいと思うんですけど、ね、あの中学生としての最後の夏がテーマというところであ なるほどここに持ってきたんだなっていうふうにすごく思いました、えー、アフレコをする時ね正直僕らなんか今までのテレビシリーズで作ってきた世界観よりもちょっとこう大人の印象が強かったような気がしてどう臨んでいくべきかっていう思いがあったんですけど、はい、完成したものを拝見するとあこれしかないなっていうものを監督方が作ってくださったので。 もうこれ今日ね上映前ですけど上映後の皆さんを早く僕は見たいですし感想をお聞きしたいなっていう、ね、マスクをする時代ですけどきっと、もうこのこ,こから上は目はニッコニコになって皆さん、うん、あの変えられていくんだろうなと思ってますね本当に私自身あの、一足お先に拝見していやこの映画見たら。 もう悪いことできないなっていうどういう。そん <laughs> <laughs> 悪いことしてどう普段どう何なんですか <laughs> す。すごく良い気持ちがスタジオあふれて、うん、そうなんですよ全身がもうなんか満たされる感じ。そうですね夏来たなと思いますしね。<laughs> 本当に、うん、素敵な作品です、えー、本当に。うん、そうで今ちょっとお話にもありました通り今回中学三年生となって最後の夏描かれていましてこのあたりもちょっとまず赤木監督にもお伺いしたいのが高木さんと西方の距離感 とかってこう注意した点、こう意識した点ってありました？ちょっとネタバレになっちゃいます。そう。距離感は？ただあの今回ちょっと西方君冒頭ちょっと悶々としてるんですけど。その悶々としたカジさんをちょっと苛立ってましたよね。悶々としてる西方に対してですか？いやね、なんかこういつなテレビシリーズって結構ギャグ要素も。 まあ本当にそのラブコメディと同じぐらいにまあそのコメディ要ユースもちゃんとがっつりあったんですけどからかいバトルって結構<う>宣伝打ってたのもあるので、うん、バトル感がもしかしたら、うん、なんかねちょっとからかいの種類が変わったっていうのかなもう本当今までってなるべく高木さん自身も。 えー、自分の思いをこう気づかせたいけどでも気づかれないような言い回しで言ってたのがもう本当失神しないでくださいね本当 <laughs> に高木さん <laughs> 攻め攻め、うん、第3期も相当でしたけど <laughs> その十兵衛はすげえから <laughs> 本当に、はい、でで大原さんねいそんないいのどうしたのっていうぐらいもう大人びた。 本音投げまくり、投げまくり、もうそうじゃもう早くつけちゃえばいいのにっていうぐらいのそういう内容です。はい。本当に何かしっとりからかってくるんですよね。そう。梅雨かみたいな。梅雨始まった話だよね。同学年とは思えないぐらい。えでもそんな中でごめんなさで僕ばっかりね。そんな中であの高木さん演じる高橋さんのそのお芝居とお声が。 すごく、あの、今までも含めて、高木さんと大人びていたけど。はい、実に中学生、等身内の中学生、うん、少女らしい。うん、こ、声色、うん、雰囲気が出ていたので、で、うん、そこに、僕は注目していただきたいと思います。やった。やった。やった。すごい、なんか、私もこうシリーズを通して、高木さんやらせていただくにつれて。うん、なんか、普通に。 大のの女子だななっってて思ううよに結構からかい上手の高木さんっていうタイトルでもあるからそこはもう本当にアイデンティティとして大切にしてるんですけどあれ意外と普通に女の子そ普通気づいてほしいです皆さんね今回のねんか本当ファンの集いみたいになっちゃって皆さんと同じ気持ちで作品をね作ってるんですなそしてにね 本編を完成まで見なかった大原さん、いかがでしたいやあのいち早く見させていただいたんですけど待ってよかった。それななんでに見かたいやえと、先入観と言いますかあのあんまりこう入れすぎないようにしようっていうのもあったんですけどまちょっとだけ楽しみにしたいなっていうのもありつつ見ないでいたんですけど本当にここまで待って見て。 うん、よかったなってえまあれになちょっちゃうのでね難しいですけど、うん、どの辺にこう <laughs> こ,こ,ここで待っててよかったってポイントはの冒頭の方から私はもう、ね、結構ちょっと泣きそうになるところが私的にはあって。 で、もう、なんで、全部です早く言いたいな上映後にもう一回みんなで集合したいぐらいですね。本本当当に。に。まう、で来週、ね、実はそういう舞台挨拶。舞台挨拶があったりして怒られる方もいらっしゃると思いますしライブビューイングもありますんでぜひそれで共有したいなと思いますけどね。 そして今あの本当に満を持してというか待ってよかったなという話もありましたけれどちょっと本作についてもう少し伺ってまいりますと今回、劇場版ということでねまあ大きなスクリーンだったりテレビアニメとは少しこうスケールも違うところはあると思いますが監督に伺いたいのがどううでしょ何ううて言うか私自身はこう質感といいますか,なんかすごく空気感が伝わってくるような作りの違いみたいなものってあったのかなっていうのが気になったんですけれども。 まあ、あの僕ら大体 A4 サイズの紙に出て描くんですけど、まあ、そのやはりちょっと大スクリーンということでもあってちょっとあのいつもよりはあの緻密にいろいろ美術関係もあの小豆島の自然もすごくきれいに描けたいなと思ったんで、はい、そこら辺ちょっと気を配って頑張りました。うん 棚田,棚田の風景とか、めちゃくちゃねそう,そうなんです景色とかその空気がすごく伝わってくるものが今回ありましてお二人は、ね、特に梶さんと高橋さんはそのあたりいかがでした冒頭と言いますかね、うん、またこう、テレビアニメからの地続きではあるんですけれどもですが今回、劇場版というスケールになって、ねうん、なんかどこまで,、ねしでね、話していいのかあれなんですけど僕の中でテレビシリーズの時から。 あの彼ら2人にとっての大事な瞬間って結構雨がキーワードになってるというかその傘絡みのお話とかもあったと思うんですけど、まあ、それも今回まあちょっとねちらっとあったりしてスタートがそれなんですけど、あのー、だからこそテレビから見守ってきてくださった方はあなんかその同じシチュエーションでもこういう変化が。 あるんだなぁっていうところからも心は静かみにされるんじゃないのかなと思いましたどうですかそうですねあの高木さんシリーズの高木さんの第一声が一緒っていうのを、うん、私ラジオで聞いて驚きまして今回<は>ちょっと高木さんの第一声聞いててほしいですね、うん、<laughs> 同じにしてるってこと でしょうね。どうでしょうね。それも含めてね。はい。ちょっとその全シリーズの第一話って、え監督に聞きたいんですけど意図的ですか？意図的です。おお。そうじゃ第一声と聞いて皆さんなああれだなってピンと来てる方っているんですか？あいる。うわ。すごい。 いや嬉しいですね、このぐらい。の意外とちらほらだったので、ちょっとあの今日これ見ていただいて、またお家帰って。もう一回一期一話、二期一話とか、見てもらうのありだなって。でも今の猛者を僕は忘れません。よ今この段階でね、パって出てくるって相当。応援してくれてるね。うん、嬉しい。同じなんですよ。意識されて、そう作られてるんですね。いや、すごいや。 そして楽曲についてもお伺いしたいのが今回、あの大原さんは監督からのオーダーとかってどんなものがありましたそうですね、えっと、今までのあのテレビアニメシリーズも作らせていただいたんですけど今回の映画の時は確か私はあの文章のやり取りだったんですけど情景を多めに。 含んだ歌詞を書いてほしいということだったので結構、今までの高木さんのオープニングよりもちょっとこう見える景色を描いている要素が強いなという感じです情景を多めに描いてほしいっていう発注と受注すすすごいででね <laughs> 確か <に S 2> <laughs> そうですねなんか繊細なやり取りというか。 <laughs> ねえ僕らはまあアフレコではそれをお芝居でこうお返ししていくわけですけどそれをじゃあ歌詞とかメロディーに込めてってなると想像がなかなかつかない世界がね<ー>そこにじゃあもうその発注通りの作楽曲がそうですね、うん、ちょっとあのいつもよりテレビよりもちょっと大人びた感じの雰囲気のこの歌が<ー>映画に合ってるんじゃないかなとこれは多分本編見ると納得じゃないかなと思いますね、うん。<laughs> はい、そしてそんな大原さんから本日ね一つ最新情報の発表があると伺いまして、はあ、こちらいただいてもよろしいでしょうかはいえっと今回オープニング主題歌を歌わせていただいているんですけどなんと劇場,劇場の劇版の挿入歌も歌わせていただいておりますこれがまたいいんだ、えー、本当にね, <laughs> ねそうなのも、うん、はいう,うん もうね。いいところであ、ええ、すいません。ええ、うんとか言ってましたけど、<laughs> <laughs> そうなんですよね。で、こちらそうだ。楽曲もじゃあ、はい、はい。ここでお願いしてよろしいですか？はい、浜坊の花という曲になっております。うんうん、この曲は <laughs> 結構花言葉がすごい。いい。花の名前なんですけど、はいうん、あのー、本当にこの映画の？ ぴったりだなっていう花言葉だったので、まあこの映画を見てからやってくれないんだ。今は何かなと思いながら見て、後で調べる。調べていただけたら。ちょうど島に咲いてる。ちょうど島にも咲いてるみたいで、なんか今咲いてますね。で、今見ごろぐらいの感じなんですかね。今7月ぐらい。じゃ公開ちょうどぐらいのね。いいですね。ぜひお聞きください。なので挿入歌なのでね。 ど,うどのタイミングでどんな演出になっているかというのを、ねうん、ぜひこちらご注目いただけたらと大体今までのテレビシリーズも最終話の挿入歌最高でしたからね最高,毎回最高、えー、今回も、ねね、楽しみにしていただきたい、はい、そしてさらにもう一つ発表ございまして今度は高橋さんかから、はい、よろししいでしょうか、はいえー、高木さんがエンディングを歌わせていただいているんですけれども、うん、なんと。 週替わりですお<ー>すごくないですか本 <laughs>、ね、週替わりでエンディングを手を返しなおかえいろいろなエンディングを歌わせていただくんですが <laughs>、はい、なんと4週分取らせていただきましたのでぜひぜひぜひい是非是非是非聴いてほしいですもう楽曲のチョイスも。はい まあテレビシーズンからそうでしたけど僕はもうほんと全部刺さるぐらいの世代間で、うん、今回もああ、これきた、ついにみたいな。うん、えち,ちなみにこう1週、2週、3週、4週僕はえど全部そうなんですけど <laughs> だけど2週目に驚きましたねお<ー>そこいく、うありがとうみたいな <laughs>、うん、感じでした,よよた。ありがとうにになる、うん、でも本当に 合ってますよね。うん、合ってる<ー>し全部、うん、表情印象が違うけどちゃんと高木さんだなっていう感じがするかだから今日流れの1週目なんです、ね、今日1週私は1周目でしたけどぴったり。<laughs> 最高です。あれはね。僕はそれで言うと、一番最初に二週目の衝撃を。なぜか二週目を。二週目。だったんですよ <laughs> そっち行っちゃったな。二 <laughs> <えー S 2> 週目見ちゃった。いや、楽しみにね。していただきたいですね。だから、毎週景色が変わっていくようなと言いますか。あの、エンドロールの映像に乗せて流れてくるのがずるいな。っていうのも。そうですね。完全にやっぱエンディングとしてのこう機能を果たさせていただいていると言いますか。うん、あの、やっぱエンディング。 のこの楽曲の違いで後味変わるなってちょっと感じてて確かに変わりますでもどれもちゃんと高木さんの映画の後味になれるとは思うので、ね、本当に後味違い楽しめるというか、うん <laughs> おすすめです。ゆいふりが弾んでましたね。はい、早く見たいです。二週も三週も、四週も。も二人と本当に坂道感のある衣装でね。はい、ですね。今日そんな感じの爽やかな感じ楽しみですね。エンディングテーマに関しても、ちょっと監督に伺ってもよろしいですか。それはまずいんじゃないですか。それはまずい。あ、でも、あの、ちょっと毎週毎週、ちょっと、その。 え、あの、絵の方も変えてますんで。あ、え、え、あ、じゃ、あ変わっていくんですか。変わっていきます。ちょっと、あの、現場スタッフは疲れてるんで、ちょっと、原作者先生にも。え、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 え。先生、あ、先生、そこまで。え、すごい。マジで。びっくり。ありがとう。四週目のラストの絵は、すごい、うるっとき。え、え。 知らないそれ。今聞きまもなんか関係者特典で見してくれよ。いや全く皆さんと一緒に。知らない関係者も知らなかった。いや歌ってても知らないですもん。確かにね。いや楽しみですね。うんすごい。ですのでありがとうございます。ありがとうございます。一周ごとにエンディング変わってまいりますので、ぜひこちらもお楽しみいただけましたら幸いです。はい。 えそしてねちょっとまだまだお話は伺ってまいりたいところですが上映時間も近づいてまいりましたので最後にねフォトセッションの前に皆様から一言ずつねいただいてお別れとさせていただきますがまずは監督ねもうテレビアニメ3期からそして同時進行で劇場まで本当にありがとうございましたねでメッセージをいただいてよろしいでしょうかえっとあの本当に皆さんのご声援でこの映画作れたんだと思います本当にありがとうございます えっとちょっと劇中、ミナのセリフがあるんですが、このミナのセリフは頭から最後のセリフまでちょっとスタッフの思いがその言葉に詰まっているかと思いますなので、そこら辺のもちょっと見ていただけると、全体、高井さんももちろんなんですけど、そういう感じであのいい映画になったんじゃない ありがとうございますそして大原さん、いいかかがでしょうかはいえー、テレビアニメシリーズからこの大好きなからかい上手の高木さんの歌を作らせていただいて本当に光栄でこうやって劇場版もまたこうやって皆さんと一緒に楽しめるということが本当に心から嬉しくてこの後見られると思うんですけどその後も劇場で私は何度も見に行きたいと思ってますのでぜひ劇場で会いましょう。ありがとうございました ありがとうございます。そしてカジさんいかがでしたか。はい。 いやーもう本当に改めてですけど嬉しいですね、今からご覧いただけるということが、えーまあ、まだ SNS 等で、ね、こう感想のつぶやき方も難しいところではあるかなと思いますけど、はい、ぜひ公開に向けて、ね、見終わった後あのみんなが見たくなるようなでもネタバレしないような絶妙な感じの文章で、えー、ぜひ「ハッシュタグ高木さん目」をつけていただいて、ねえー、感想をつぶやいていただきたいあと、さゆるさんの注意になりますけれども西方の方はですね 片方の方でございます <laughs> え方角の方ではございませんので <laughs> えそちらの方はぜひ覚えて帰っていただきたい、はい、えと思いますまあ、そんなことはどうでもいいんですけども <laughs> どうででもよくないですね名前は間違いないようにあのだけど本当に監督もおっしゃってましたけども今までの、まあ、原作の、ね、流れがありつつアニメとしても本当長い間あ作らせていただいたたくさんの方、まあ、制作陣もそうですし、えー、作品ファンの皆さんの思いを全部こうくみ取ってくれているような内容になっていると思います。えー、僕ははまだだ、ね、小豆島には足を運んんことがなないんですけども見終わったたら行きたくなるって えー、あの景色を生で見たいなって思うような、えー、物語になっていると思います、えー、ぜひエンディングのクレジットの後まで最後の最後までね、えー、席を立たずにご覧いただけたらなと思っておりますのでまずは何よりこの後を楽しんでください本日はありがとうございましたありがとうございます さあ、そして高橋さんお願いいたします。はい、改めまして、高木さんの声やらせてもらってます。高橋理恵ですえ、本当に今日初めて。 えー、高木さんが好きな皆さんに見ていただけると思うと本当にこの後早くお会いしたい気持ちがいっぱいなんですがそれはちょっとハッシュタグでお会いしようかなというところなのであのぜひあのこれから楽しみにしている人がもっと楽しみになるような感じであの伝えるという任務もぜひ今日この会場にいる皆さんにはお願いしたいところでございますそして多分なんですけど皆さんきっと今日だけじゃないはずまた来てくれますよね。 だってもう最低でも四週行くのは確定してるわけですからそうですね確かにエンディング週が終わりなのであのまたあの今日の先行上映会で終わりじゃなくてまた見に来てもらいたいっていうのもあるので今日は本当にあの考えずにもう感じるみたいなもう全身 <laughs> どうせまた来るしいみたいな感じで <laughs> あの本当に楽しんでいただけたら嬉しいななんて思ってます,す、ね、えまた高木さんでどこかでお会いできること楽しみにしてます今日はありがとうございました ありがとうございました。そして一つお伝えし忘れていた来場者特典ございますよね。僕さっきもらっちゃいました。あ、いただいたんですか。はい。いやー贅沢ですよね。あれね、あのー、まあ山本山本先生の何 <laughs> リ,リライトというんですかね。うん、あのー、いいんだよねそれ言って。言って大丈夫。消しゴムというねものすごいまあ。 代表的的なな印象的なあれをこう今先生がお書きになったらどうなるのかっていうやつともう一個書き下ろしで漫画がね入っててこの劇場版の印象的な部分をこう先生の中で膨らませていただいて書いていただいたみたいなは。いはい 見ました見ましたし、先生の書き下ろしもやっぱり本当にもう手元に取っておきたいと思う中で単行本サイズで発行してくれてるのがありがたたいいなって思ましそうだね並べられるっていうタイトルがだって「映画館」っていうね「映画まき」とか言ってねあとこう先生にあれ何てんだ百問百答ぐらい何問かわかんないけど一問一答の割と多めみたいなそう、その中にあ なるほどっていう、まあ、この劇場版に太田さんっていうキャラクターが出てくるんですけどそのキャラクターはあの監督からこういうイメージでみたいな発注があったとかね、そういう裏話が入っててすごく興味深かったのでぜひ手に入れていただきたい。うん 小原さん、見ました見ました。全部、隅から隅まで、さっき見ました。早い詳しくなりました、ちょっとやっぱり。絶対に手に入れていただきたい。では、エンディングと、来場者特典と、ね引き続きと言いますか、四週連続でこちらも特典が変わる。これもこれもすごいな。もう、じゃあね。はい。 だめだ、8回行こう。そうですよね。これ何かっていうのはまだ秘密なんですね。じゃあ1周目は。それで今の話になって。えでもそのくらいいいやつって期待していいんですか。もうこれだから6月はなんか週一の習い事みたいな感じでいや、ね。すごいいい表現ですね。受け取いただく感じになるんでしょ。高木さんの時間だみたいな。ね、ワクワクしながら映画館行くってですね。 ですのでぜひね公開後もよろしくお願いいたしますせ二一。うん、西方これなんだ早いかさのマークからかい上手の高木さんとからかわれっぱなしの西方高木さんそんな二人の中学最後の夏が始まる 探そう,うんいい夫婦だなしあっはあじゃ西方となら見つけられるかなって思ったんだ花花 <laughs> あの子きっと幸せだよね高木さんだって幸せになるずっとずっと劇場版「からかい上手の高木さん」 これが2人の本当の始まり。